知られざる文系高専4校の進学・就職事情。高専というと工業高専のイメージが強いのですが、工業高専の中でも4つの高専には、まあ、かなり文系寄りの学科が設置されています。福島県いわき市の福島工業高専のビジネスコミュニケーション学科、富山高専の国際ビジネス学科、広島商船高専の流通情報工学科、 宇部工業高専の経営情報学科です。まあ、どれも経営系ですね。まあ、かなり工学寄りではある。まあ、大学で言えば経営工学みたいな流れの中だと思うんですが、まあ、この4校が文系の高専と言われています。それでは、それぞれの進学、就職先です。福島高専のビジネスコミュニケーション学科なんですが、進学をすごく宣伝しておりまして、 令和4年度卒は、岩手、山形、福島、新潟、筑波、静岡、三重、滋賀、神戸、神戸広島、九州大などなどということで、まあ、かなりですね、3年次編入で有名国立大へ行ける、そのまんま高専の専攻下に上がっていって、まあ、大卒扱いというのは、意外と主力のルートではないと。で、就職の方なんですが、まあ、ご覧の通りで、 地元の企業という感じがするんですけども、2校目の富山高専の国際ビジネス学科ですね、こちらはなぜかこの就職先脅威の実績でして、過去5年間の累計ではございますが、いきなり就職先のトップバッターが参議院という、外務省、経済産業省、国土交通省、防衛省、金融庁、税関、東大職員、都庁などなど、 えー、一体ここの学科はどういう人材を作ってどんなにこう重宝されてるんだとすいませんあの見学取材訪問したことがないので私偉そうなこと言えないんですがこの富山高専の文系の国際ビジネス学科は相当すごいという話はまあ人づてに聞い取りましてちょっとこれそのうち取材しないといけないですね、えー、大学院はあ失礼大学進学は そのまんま専攻家に上がっていくのが6人で、つくばお茶所、東京外大。お茶所と外大は毎年行ってます。金沢大、名古屋大、滋賀大、三重大ということで、大学に行こうと思えば相当いいとこ行けるぞという、すごいですね。それと専攻科まあ、就職。まあ、富山県内の企業、手堅く製造業入ってますけども、この、公務員就職の鬼強さ、何なんでしょう なおリッツ・カールトン沖縄にも入ってますということで富山高専の国際ビジネス学科なんか恐るべきという感じがしてきますねどんな学校なんでしょうね広島商船高専、えー、場所は大崎上島ですから広島市からは相当遠い島にある高専で文、えー、系寄りの流通情報工学科、まあ、とはいえ東京海洋大とか、まあ、いわゆるかつての商船大ですね 挑戦的な学問の流通、ビジネス、情報通信ということが勉強できるんですが、こちらは就職に力を入れているようで、まあ、ご覧の通り、製造業、IT、流通関係ということで、まあ、なかなかの就職実績と、大学進学も希望さえすれば、広島大、九州大、神戸大、東京海洋大、まあ、あとは高専ですから、議、まあ、科大などに行ってますよということで、こちらも良好な就職実績です。 えー、他の大学にあ失礼高専に比べると非常にその交通の便の悪いところまあ寮生活ですからあんまり関係ないかもしれませんがまあ就職は申し分ないと進学も望めばできますと最後山口県の宇部高専の経営情報学科ですがご覧のようになってまして進学は2割まあ望めば広島大九州大信州大長岡技科大行けますよということで高専から国立大へ行く その気になれば本当に高専特に今回は文系で紹介してますけど理系だったら別に旧定代も全然手が届きますねで就職も大変良好で経営情報学科っていうのは4年生大学だと微妙な大学多いんですがこちらはそんなことはなくてですねご覧の通り、えー、機械輸送用機器とか電気建設電力情報運輸まあいろんな会社に手堅く就職できますよということで 文系高専4校を紹介しましまた今ねあのまた高専神山丸ごと高専などで注目されてますがほんの少し前はなんか高専ってイメージが悪いと言われてすごく人気がなかったような気がします。それでなんか全国の高専全部一方人に合体したりですね今また高専注目を浴びてるんですが現実的に 普通の高校に行かないで中学卒業していきなり高専というのを選ぶ人はまだまだ少ないのかなと。あとはあんまり言われませんが高校に行かないで高専を選ぶことにはデメリットもあるわけですね。まあこれは別に僕が言わなくてもいろいろ皆さんね調べていただきたいんですが、まあ、メリットデメリットはありますが一つ就職や国立大進学という点ではメリット強みもかなりあるぞと。 そして今回紹介した文系高専4校はかなり個性的で進学も就職も素晴らしい常に私が考えているのは増えすぎてしまって定員の多い文系次第です必ず淘汰されますその時に多くの文系の大学くれぐれも文学や経営学に価値がないなんていうつもりはありませんしかし世の中の変化に対応してどんな人材を作るのかという時にこの文系高専 というのは今後の私立文系の在り方として一つ参考になるんじゃないかなと思ってご紹介いたしました。